それではね、駅降りたんですけどね、ここはですね、まあ、東京でいうところの銀座、タイの銀座ですね。もうすぐそこがあのインターコンチネンタルバンコクのホテルがあります。最近この反対側にできたこちら円光亭というですね、つい最近できたばかりの、ショッピング施設ということみたいですね。ちなみにですね、まだ日本円をバーツに変えてなかったんですね。ちょっと一緒に来てるエンディに立て替えてもらったというか、おすすめの外貨両替するところはね、こちらだそうですね。トゥエルビクトリー、こちらの外貨両替の、場所がですね、すごくおすすめだそうです。それで今レートがこんな感じで、1万円でこれ3220バーツと。で、向かい側にもね、あるんですけど、あっちはね3130バーツなんですよ。なんでこっちの方がね、だいぶお得です。それで今ですね、タクシーに乗りまして、今からとある病院に行きます。3つ目のパワースポットということで、今タクシーに乗りました。運転手さんが若くてイケメンイケメンサワリカサワリカイケメンですよ、若くて。彼女いるのっていうね、ミフェンレオルンやんか。ミフェンレオルンやんか。やめみーやめみー。おー、彼女いないって。あ、彼女いないそうです。バンコクはね、もうバイクがすごい数がね。ここも駐輪場かわかんないですけども、バイクばっかりすごいです。それとあとは暑いね。もうね、体感温度はもうこれ今32、3度じゃないですかね。結構暑いですよ、こっちは。なんとですね、こちらがですね、バンコクで一番古いと言われているカフェだそうです。カフェドノラシンなんとかっていう、ちょっと読めないんですけど、ほら鍵がかかったんです。これこうやって開けるそうです。まあ、メニューはですね、タイ語の隣にローマ字表記で英語も記載してるんで、まあ、日本人でも分かると思います。結構ね、値段見るとね、かなり安いですよ。普通にカフェラテとかも、まあ、60バーツとかなんで、まあ、約180円ぐらいですかね、うん、普通の日本のコーヒーショップよりは、まあ、半額いかないぐらいですけども、まあ、結構安くいただけますね。あとですね、もう一つケーキがおすすめだそうで、ちょっとね、一つケーキ頼んでみたんで食べてみたいと思います。さあ、こちらやってきました。美味しいね。アメリカンアイスコーヒー、結構ね、量多いですよ。これこれで65バーツ、まあ、約200円ですかね。バンコクで一番古いと言われてるカフェのアイスコーヒー、いただいてみたいと思います。ああ、深いですね。すごいコーヒー豆感がものすごいですよ、口の中で。これちょっと日本ではなかなかない味ですね。
うん、美味しい。え、それ僕はね、アイスコーヒーにいつもシロップ入れるの好きなんですけど、こちらなんかメープルシロップなのかなと思って聞いたら、メープルじゃなくて普通にこれはシュガーシロップということで、ちょっとね、色がついてるんですけどね。どんな味するんでしょうかね、これ。あー、これ結構ですね、コーヒーの苦味が強いんで、これ入れたんですけど、あんまり効果がないんですよね。なんで結構入れないと、まあ、あんまり入れすぎちゃうとね、ちょっと糖分が、さあ、ちなみにケーキがやってきたんですが、こちらミルフィーユ状になってまして、なんかこの茶色いソースがかかってるんですよね。これが何味なのか。お、うまい。これあれですね、この茶色いソースあるんですけど、これタイの紅茶をなんか濃厚にした、濃縮したような感じの味で、タイ独特の紅茶のあの味と風味がこのケーキに絡み合って美味しいですね。やっぱりミルフィーユなんでね、この断面ね、ここのね、ミルフィーユの断層の隙間にこのね、タイの紅茶の濃厚なソースが中にね、染み込んでくるわけですよ。27層ぐらい。うん、このミルフィーユからのアイスコーヒーですね。うん、すいません、本当幸せです。それでですね、後ろにいるなんだろう、セレブマダムの方がですね、ここのお店はワッフルも美味しいということで、今ね、ワッフルをね、注文しました。さあ、やってきましたよ、こちらチョコチップアイスの乗ったワッフルですね。ワッフルが焼きたてっていうのとね、あとこのバニラアイス、あったかいと冷たいのがね、こう一緒に味わえるっていうことでね、ちょっとね、食べてみたいと思います。お、うまいですね。今ワッフルの端っこの方食べたんですけど、サクサク感がまたいいですね。あのバニラのコクが強くて美味しくて、ワッフルもね、もちろん生地が甘くて、でほのかにメープルシロップがかかってるんですけど、これもまた合いますね。でこのワッフルからのやっぱりね、うん、やっぱりね、このバンコクに来て、まあ、暑いんでね、ちょっと疲れをね、少しけど休憩がてら疲れを取りたいなというかね、体をちょっとクールダウンしたいなという時はこちらのね、お店おすすめですよ。しかも値段もドリンクはね、すごく安いんですよ。でケーキはまあちょっと日本と同じぐらいかなっていう感じですかね、300円から、まあ、500円ぐらいするんで、ただドリンクがね、これでも結構量があって、これでも200円ぐらいですからね。ちなみにこのワッフルとチョコチップのアイス、これですね、これで日本円で360円です。これはお得な方だと僕は思いますけどね。さっきのミルフィーユのケーキはちょっと値段が張って、まあ、500円いかないぐらいですけれども、まあ、金額はそれぐらいですね。うん、おいしい。さっきからね、こうやって撮ってるじゃないですか。ここのね、従業員さん、タイ人のね、従業員さんがもうね、ずっとニコニコしてるんですよ、これを見てね。だもしかしたらタイでは自撮りをしてる人ってあんまりいないかもしれないですね。で今日もね、駅とか街中でも結構ビデオ撮ってるんですけど、皆さんね、すごい物珍しそうにガン見してくるんですよ。日本とはね、すごくね、なんだろう、レスポンスが違うんで、タイでは珍しいのかもしれないですね、こういうのは。さあ、そしてですね、先ほどのカフェを出まして、3つ目のパワースポットに今向かってるんですけれども、まあ、ここはホスピタル、まあ、病院ですね。で、この中に、パワースポットがあるということらしいんですが、まあ、どんなところなんでしょうか。ここが病院内にある3つ目のパワースポットだそうです。こんな感じですね、前も
それでこちらのパワースポットは体調が悪い時に来るとすごくね効果を発揮するというふうに言われてるみたいですね。まあ僕はいつも体調はいい方なんですが、まあでもねこういうところでこうパワーをいただくっていうのもねまたいいですね。ワッキー TV をご覧いただきましてありがとうございます。この YouTube 以外にも Twitter、Facebook、Instagram もやっていますので、そちらもぜひよろしくお願いします。あとこのワッキー TV の動画を見て自分も行ってみたい、やってみたいと思っていただければ、高評価ボタン、それとコメント等もいただければ嬉しいです。最後にまだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。